ベン・フォールズは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州インストンセーラム、出身のロックミュージシャン、本名ベンジャミン・スコット・フォールズ。ボーカルとピアノをメインに、様々な楽器をこなす、マルチプレイヤーでもある。コンサートにて2004年6月25日9歳で、ピアノを始める。ピアノは、大工である父親が、客の家の建築と交換して、手に入れたものである。そして、 A.A.M. ラジオで流れるエルトン・ジョンやビリー・ジョエルを耳コピで演奏するようになり、高校に進学後はいくつかのバンドで、ピアニスト、ベーシスト、ドラマーとして演奏した。1980年代後期、友人のミラード・パワーズと魔女者というバンドを結成し、何枚かレコードを制作した。魔女者の最初のギグは、1988年にデューク大学の大盤だった。バンドは、 バーや学生パーティで演奏し、1988年には自主制作で EP 版、パーティナイト5ソングズアバウトヤソを制作して地元のレコード店で売られた。1989年にはアルバムシャットアップリッスンツーマジョ社を制作した。このアルバムには、パーティナイト5ソングズアバウトヤソに収録された曲の再録音や後にホールズが 他のバンドで発表することになる楽曲、エミリーンやビデオが収録されている。1990年の初め、魔女者は解散し、ホールズはエヴァン・オルソン、ストナスとポッツパンズを結成し、ホールズはドラムを演奏した。ポッツパンズはわずか1ヶ月で解散し、オルソンとストナス、そしてベンの弟のチャック・ホールズ、エディ・ウォーカーはバス・ストップというバンドで活動を続けた。 フォールズは音楽活動を続けるため、1990年にテネシー州ナッシュビルへ移った。そして、ジョディ・エスパワー・ビルというバンドにドラマーとして参加したが、正式メンバーにはならなかった。その後、メジャーレーベルから関心を持たれ、セッションドラマーとなった。ナッシュビルでは、1日に8マイル走って、友人たちとだべって、チョコレートチップのクッキーを食べながら歩き回り、 たくさんドラムを叩く日々を過ごして楽しかった。くつろいだ生活だった。たとえ契約義務を果たしていなかったとしても決して落ち込まなかった。もし君がナッシュビルで失敗しているなら少なくても君の生活水準は高いと思う。ナッシュビルは失敗する良い方法だ。ポールズはパーカッションを学ぶためにマイアミ大学の音楽学校へ通ったが 卒業前にドロップアウトしてしまった。そして、ピアノテクニックを上達させるため、多くの時間を費やした。僕は、異常なほどメトロノームを走らせ、多分6ヶ月費やした。ォールズは語る。僕はどうかしてた。ォールズは、マイアミの音楽学校の学生時代の、審査リサイタルについての話を観客へ話す。審査リサイタルは、全学年で新級を審査する教職員の前で、 準備されたレパートリーを演奏することであるが、ホールズは前の晩にルームメイトをいじめから守るために手を骨折してしまい、ドラマーとして演奏できなかった。そのため奨学金を失い、キャンパスの湖の中にドラムキットを投げ捨ててしまった。マイアミを去った後、ニュージャージー州、モントクレアに移り、ニューヨークの劇団一座で行動し始めた。そして、 ジェフ・バックリーのキャリアの始めを助けたことで有名なカフェ新鋭で毎週ギグを行った。その後、ホールズはノースカロライナ州へ戻り、チャペルヒルで1994年にはロバート・スレッジ、ダレン・ジェシーと3人組バンドベン・ホールズ5を結成した。詳細は、ベン・ホールズ5を参照1995年、ベン・ホールズ5はデビューアルバム、 ベンフォールズ5を発売した。1997年には、セカンドアルバム、What Ever and Ever Armen を発売し、未発表音源のコンピレーションアルバム、Naked Baby Photos を1998年、前半に発売した。What Ever and Ever Armen からは、Blick, Song for the Dump と、Battle of Fooked Careless など多くのシングルがカットされた。1999年に、 ラストアルバムとなるラインホルトメスナーの肖像を発売した。そのアルバムにはヒット曲アーミーが収録されている。憂鬱で自分自身を嫌い、ユーモラスな皮肉がよく冒涜によって中断される。フォールズが書いた歌詞の内容からフォールズはこのバンドのことを泣き虫野郎のパンクロックと評している。ベンフォールズ5のシングルはアダルトコンテンポラリアモダンロックチャートなどの複数の ビルボードのチャートに入ったが、ホット100には入ることができなかった。しかし、イギリスの BBC、オーストラリアの ABC の強いサポートを得て、両国では人気を獲得することができた。このグループが発表した作品で最初に、イギリスのチャートに入ったものは、シングル、ドグラウンドで、トップ4に入って最高位は37位を記録した。その後ベンホールズブが出したシングルは、 その後、バトル・オブ・フー・クッド、ケアレス、ケイト、ブリック、アーミーがトップ40に入る成功を記録したが、いずれもトップ20には入れなかった。オーストラリアでは、アンダーグラウンドは、アリアチャートが整備される前のチャートであるトリプル、J ・ホッテスト100で1998年に3位を記録した。1998年に出したシングル、ブリックは、アリアチャートに入って、 最高で13位を記録して、アリアの年間チャートでは53位を記録し、ゴールドディスクを認定された。アルバム、What Ever and Ever a m e n は最高で9位まで上昇し、32週間チャートに滞在した。ポールズとバンドメンバーは2001年以降は別々に活動をするようになった。曲はかなりの反響を呼んで、新しいアルバムを出すのが楽しみにしている。 僕の人生の中で本当に自由な時間のような感じがしていて、本当に楽しんでいる。ベンフォールズ5は、ほぼ10年ぶりとなる2008年9月18日に、ノースカロライナ大学チャペルヒル校で、コンサート出演するために再結成した。1回限定のギグは、マイスプイスで公開され、バンドは、ラストアルバム、ラインホルト・メスナーの肖像を演奏した。 そのチケット収益はすべてチャリティ団体へ寄付された。ノックスビルで演奏するベンフォールズ2008年までに、フォールズはフィアーオブ、ポップ名義を含むソロでのアルバムミニアルバムを6枚発表した。ベンフォールズ5解散後、最初にソロで発表したアルバムは2001年のロキン・ザ・サバーブスだった。フォールズは一人ですべての楽器を演奏した。その中には、 ベンフォールズ5時代は取り扱わなかったギターも含まれている。ザ・ラッキースとは映画恋は負けないのために書かれた曲だが結局使用されたシーンは削除されてしまった。ミラード・パワーズ、ストナス、ジム・ボギオスはアルバムのプロモーションツアーに参加した。シングル曲ロキン・ザ・サバーブスのビデオはアルヤンコビックが監督を務め出演もしている。 フォールズの友人であるジョン・マクレアが、アルバム収録曲、フレッド・ジョーンズ、パート2に、ボーカルで参加している。翌年、ソロでのライブ録音アルバム、ベン・フォールズライブを発表した。2003年後半には、2枚のソロ EP、スピード・グラフィック、サニー16を発表した。2004年中頃には、EP、スーパー・ディーを発表した。2005年4月26日にアルバム、 ソングズ・フォー・シルバーマンを発表した。アルバムには、ゼレード・レイノルズ、リンゼイチェイミソンが参加し、3人組編成に戻った。このアルバムには、シンガーソングライターのエリオット・スミスに捧げる、レートや、バックボーカルに、アル・ヤンコビックが参加している、タイムなどが収録されている。なお、フォールズは、ヤンコビックの曲、ホワイアズ・ディス・オール・ウェイズ・ハプンツーメ、に、ピアノで参加している。ールズは、 ウィリアムシ・シャトナーは、ホールズのフィアー・オブ・ポッププロジェクトに、ボーカルとして参加している。2006年のアニメ映画、リトル・レッド・レシピ・ドロボは誰だの、サウンドトラックに、ベン・ホールズは、レッド・イズ・ブルーを提供した。2006年5月には、ホールズは、アニメ映画、森のリトル・ギャングの、サウンドトラックに対して、3曲のオリジナル曲と、ザ・クラッシュのカバー。 ロストイン・ザ・スーパーマーケット、そしてロキンザ・サバーブスのリミックスを提供した。ロキンザ・サバーブスは映画の脚本に対応して歌詞が変更されている。2006年10月24日にホールズはコンピレーションアルバムスパーサニーズ・ピートグラフック・ザ・ LP を発表した。このアルバムは過去に発表した EP スピードグラフィック・サニー16 スーパー D の楽曲を収録している。2006年10月に、フォールズは、マイスプイス上で、生中継でコンサートを行った。フォールズは、2008年9月16日に発表された、ドレスデンドールズのアマンダ・パーマーの初のソロアルバム、フーキルド・アマンダ・パーマーをプロデュースした。フォールズの新しいスタジオアルバム、ウェイ・ツー・ノーマルは、アメリカ合衆国では2008年9月30日に、 イギリスでは2008年9月29日に発売された。このアルバムはアメリカのチャートではフォールズにとって自己最高の結果を残し、ビルボード200で初登場11位を記録した。2008年8月、日本のシンガーソングライターであるアンジェラアキと新曲ブラック・グラセスを共作、共演。この曲はアンジェラのアルバムアンサーへ収録された。 2009年4月28日、フォールズはアルバム、ベンフォールズ・プレゼンツ・ユニバーシティ・アカペラを発表した。このアルバムには、フォールズの曲を、各大学のアカペラグループが編曲して演奏した、ものを収録している。2010年9月28日、著作などで、ベンフォールズのファンだと公言していた、イギリス人小説家、ニック・ホーオンビートの共作アルバム、ロンリー・アベニューを発表した。 ピアノのテクニックは卓越しており、繊細なタッチから鍵盤を叩きつける荒々しいプレイまでこなす。ライブではピアノの弦を直接弾いたり、ピアノに椅子を投げつけたりといった過激なパフォーマンスも見せる。なお、彼が広島市で公演した際にステージから転落し流血するというアクシデントに見舞われる。後にそのアクシデントをそのまま歌にした広島を作曲した。近年、 チャトルーレッドにて、相手の外見的特徴、メッセージ等を歌詞にした即興ピアノ演奏を行っている。フォールズは4回結婚している。その私生活は歌詞に影響を及ぼしている。ヒットシングル、ブリックは、高校時代に妊娠中絶したガールフレンドとの経験に基づいている。最初の妻であるアンナは、ベンフォールズ5の楽曲、アリス・チルドリス、ザラスト・ポルカ、スモーク、 ケイイト・ララバイの共作者としてて連ねている。1996年にはホールズはケイトと短期間結婚していた。1999年5月には南オーストラリアでオーストラリア人のフラリーと結婚した。結婚式の2ヶ月後に双子が生まれたが2006年11月に離婚した。2007年11月17日にはラスベガスにあるベネチアンで 4人目の妻となるフラワーと結婚した夫婦は3人の子供たちとナッシュビルに住んでいるベンフォールズ5の項目三章、ありがとうございます。